はいどうもこんにちは、新友企画です。今回の動画のタイトルはノーベル化学賞2022解説してみたということでですね、まあ科学あんまり知らない方でもある程度ね、今回のノーベル賞ってこんな話なんだよっていうことが理解できるように噛み砕いて説明していきます。いやね、去年のノーベル賞の動画から1年経ちましたね。ノーベル賞の動画から1年経ったっていうことは、僕がね顔出し始めてからちょうど1年経ったっていうことですね。あの時はね、僕もニートだったんですけれども、何回かねこの1年で就職して転職してっていう風にいろいろあって、変化のあった充実した1年でした。皆さんはね、この1年間変化のある充実した1年間を過ごせましたでしょうか。変化があるといえばね、毎年コロコロ分野が変わることでおなじみのノーベル化学賞なわけなんですけれども、なんとですね、今年のノーベル化学賞も去年と同じく有機化学の分野からということでね、いやーもうちょっと慌てて作りました。僕のツイッターフォローしてくださってる方はね、僕があんまり慌てて作ってないことバレちゃってると思うんですけど、その話は一旦置いといて、今回の動画のタイトルはですね、クリックケミストリーと生態直交化学の開発ということでですね、受賞されたのはこちらの3名です。スクリプス研究所のバリー・シャープレス氏、コペンハーゲン大学のモーテン・メルダール氏、スタンフォード大学のカロリン・ベルトッツィ氏の3名です。シャープレス氏とメルダール氏は主にクリックケミストリーという単語、ベルトッツィ氏は主に生態直交化学という単語の方に関係のある方なんですけど、どちらの単語もね、大元をたどれば今回受賞されていないある人物が大元となっています。このある人物については後でしっかり解説しますね。それではまず今回の重要な単語1つ目、クリックケミストリーについて解説をしていきましょう。クリックっていうのは英語でシートベルトをカチャッと締めるっていうことを意味するオノマトペみたいなもんです。ですからクリックケミストリーっていうとなんだか小難しそうなね単語に聞こえますけど、日本語に和訳するとね、カチッと化学なんていうなんとも間抜けな名前なのでね、あんまり小難しく構えなくても大丈夫です。僕のチャンネルはね、主に有機化学っていう学問をメインに取り扱ってるんですけど、この有機化学っていう学問が目指す目標の一つにですね、人間にとって役立つような様々な機能を持った分子を人間の手で人工的に作り出すっていうものがあります。そういった機能的な分子を作る上で我々人類が教科書にしてきたもの、それはですね、数億年という時間をかけてどんどん進化し続けてきた生物が作り出した化合物です。ご存知の通り、生命が生み出す様々な化合物っていうのはある種の生物にとっては毒になりますし、またある種の生物にとっては薬になるといったように、生き物の生命活動に大きな影響を与えることができます。ですから我々人類というのは、こういった生物が生み出す様々な化合物をなんとか人類に対して使いたいっていう欲求があるわけですね。なんですけど、こういった化合物をいちいち生物に作らせてそれを抽出するというのは非常に非効率です。ですからこういった分子というのをそっくりそのまま人工的に作り出そうという方法をですね、我々人類というのは模索し続けてきました。しかしですね、この人工的な反応による合成っていうのは、生物から抽出するよりは幾分か楽になったとはいえ、それでもたくさんの合成ステップを経由しなければいけなかったりですとか、非常に効率が悪かったりするわけですね。あとは非常に特殊な反応すぎて、こいつを作れることは作れるんだけど、ちょっと構造が変わるともう作れないみたいな、そういったね課題が山積みなわけです。そこで今回の受賞者の1人目、シャープレス氏が2002年に提唱した概念がクリックケミストリーというものです。シャープレス氏はこの人間の体のような生命体を構成する物質っていうのは、例えばタンパク質だったらたった20種類のアミノ酸、 DNA だったらたった4種類の塩基から構成されているということに注目しました。つまりこの生命体っていうのは、進化の過程で新しい物質を作りたかったらいくつかのブロックを組み合わせて作る方が簡単だよっていうことに気づいてるんだ、そういった事実をもとに今回のクリックケミストリーという概念を提唱しています。つまり人類が今まで教科書にしてきた生物が作り出す物質っていうのを一から作り出すのは大変だよねと。だから生物がやっているように新しい分子を一から作るんじゃなくて、いくつかのブロックを作ってそれをガチャンガチャンガチャンとくっつけていこうよっていう、そういう話なんですね。例えるなら、プラモデルでお城だったり飛行機を作ったりするのってすごい大変なんだけど、レゴブロックみたいにある程度ね、人の形だったりプロペラの形っていうのができてますよね。ああいったものをガチャンガチャンくっつけていくんだったら、幼稚園生でもできるでしょっていう、そういう話なんですね。でここでですね、ある反応に注目した時に、この反応はクリックケミストリーだなって呼ぶためにはいくつか条件があります。今回はその中でも代表的な5つの条件について紹介します。この話はですね、有機化学があんまり詳しくない方は聞き流してもらっても大丈夫です。まず1つ目の条件は、水中や有機溶媒中、さらには空気中であっても反応が問題なく進行すること。2つ目は、生成物が安定であること。
3つ目は他の官能器と反応することなく収率よく生成すること。4つ目は再結晶や絡むといった単理のステップが不要で生成物を簡単に取り出せること。そして5つ目が余分な廃棄物を出さないということです。これらの条件をクリアした反応だけがクリックケミストリーという名前を冠することができるんですけど、シャープレス氏は2001年にこのクリックケミストリーというコンセプトをですね提唱するためのレビューを投稿して非常に大きな反響を呼びました。レビューっていうのは誤解を恐れずに言うとあるジャンル、今回で言うとカチッとハマるような反応ですよね。そういった反応について今までいろんな人がやってきてるわけなんですけど、そういった研究をまとめ上げて一つの論文にしましたよっていうものです。こう聞くとね、人がやった研究をまとめただけで成果になるのっていうふうに思われる方もいると思うんですけど、この人がやってきた研究をまとめ上げるというのは非常に大変なことなんですよね。まずそもそもそのジャンルについてめちゃくちゃ詳しくないとダメですよね。研究者っていうのは膨大な数の論文を読むわけなんですけど、このレビューのようなまとめられた論文っていうのがあれば、そのジャンルについてとりあえず知識だけ持っときたいなって思ったら、そのレビューをね一方だけ読んどけばもう他のやつ探さなくてもいいわけなので、あの2ちゃんのまとめサイトとかネイバーまとめサイトみたいな誰が書いたか分かんないようなね、そういったもんじゃなくて権威ある人が書いたレビューというのは非常に価値が高いものになります。でこのシャープレス氏が書いたレビューっていうのは今まで1万5000回以上引用されています。単純な話、1万5000通の論文はこのレビューを元に書かれているっていうことになるわけなんで、まあめちゃくちゃねすごいことなわけですね。でそのようなレビューを作るにあたってシャープレス氏が目をつけたのが、最初に少しだけお話ししたある人物の名前を冠する反応です。ということでね、まず最初にこのある人物についてのお話から始めていきましょう。その人物というのはヒュスゲン感化という反応にね名前を残すロルフ・ヒュスゲン氏です。日本語だとねヒューズゲンとかフーズゲンとかいろいろね呼ばれ方あるんですけど、この動画では僕が一番聞き馴染みのあるヒュスゲンという呼び方で呼ばせていただきます。このヒュスゲン感化については後日ですね個別の動画を作りますけど、簡単に説明するとこういう風に窒素が3つつながった構造を持つアジド基と呼ばれる構造と、炭素間で三重結合を作っているアルキニル基と呼ばれる構造、まあこういったね構造を持つ分子というのをそれぞれアジドとかアルキンとか呼ぶんですけど、このアジドとアルキンはまるでシートベルトの金具がカチッとはまるかのようにアジドとアルキン同士で反応します。でこれによってトリアゾールと呼ばれる五因環、つまり五角形の構造を作ります。このヒュスゲン環化は別名をアジドアルキン環化反応とも呼ばれていて、まあその英語名ですね、アジドアルキンシクルアディションというところから AAC というふうに呼ばれたりもします。この反応は空気に触れていようが水に触れていようがもう構いなしなんですね。なんなら水中で起こるぐらいの反応なんですけど、もう反応しそうな部分がどんなにいっぱいあったとしても、そいつらには目もくれずにアジドとアルキン同士で反応します。空気や水っていうのは皆様が思っている以上に反応性の高い物質なんですよね。なので多くの化学反応ではこういった空気や水を遮断して行う必要があります。少し難しい話をすると、アジド基やアルケニル基っていうのは不安定な構造なんですよね。でそれに対してトリアゾールというのは安定な構造なので、一度結合をしてトリアゾールが生成したらもうこれは外れることはありません。ただしこのヒュスゲン環化はオリジナルの条件だと90度近い加熱が必要なので、到底ねこういった生命体の体の中で起こすのは不可能な反応でした。ここで登場するのが2人目の受賞者、メルダール氏です。メルダール氏はこのヒュスゲン環化を起こす際に銅イオンを触媒として加えることで100万倍以上ですね早く反応が起こることを発見しました。これによってヒュスゲン環化を室温付近でもね起こせるようになったので、例えば熱に弱いような構造を持つ化合物であってもヒュスゲン環化を起こすことができるようになりました。この反応は銅を加えたヒュスゲン環化、つまり銅を加えた AAC ということで CUAAC 反応と呼ばれます。ただこのメルダール氏が発見した画期的な方法なんですけど、室温付近で起こせるっていうことでですね、熱に弱い敏感な化合物があっても大丈夫っていう点を克服したものの、人体の体に適応するためには乗り越えなければならない障壁というのがもう一つあるんですよね。実はこのメルダール氏が加えた銅イオンっていうのは人体に対して毒性があってですね、例えばウィルソン病やメンケ病といったそういったね銅中毒を起こす危険性があります。ここでちょっと余談なんですけど、まあ30代か40代以上の方だったらね、10円玉につく緑色のサビありますよね、いわゆる緑症と呼ばれるやつなんですけど、これがね猛毒だっていう風に習った方も多いんじゃないかと思います。これは緑症に含まれる銅イオンが猛毒だよっていうことをね言いたかったと思うんですけど、最近の研究だとね緑症はあんまり毒性がないことが知られています。
。ただね、6勝は毒性がなかったとはいえ、他のね、銅イオンっていうのは世界的に見るとまだまだ毒性があるという認識の方が大きいです。なので銅イオンを触媒とする反応を人体に対して行うっていうのはちょっとねできなかったんですね。この毒性の問題を解決したのが3人目の受賞者であるベルトッツィ氏です。ベルトッツィ氏はついにこのヒュス原感化を銅イオンなしに起こすことに成功しました。もちろん室温でかつ水中で起こすことができるという条件は保ったままですね。どうやってこの問題を克服したかっていうと、アルケニル基、つまり三重結合っていうのは自然の状態だとまっすぐな構造なんですよね。専門用語で言うと結合角が180度ということです。メルダール氏はこの三重結合を環状にする、つまりこっちがですね、右側と左側をくっつけて環状にすることで無理やり歪ませることにしました。こうすることで三重結合から二重結合になるっていう反応を後押しすることができるんですね。つまり今までは銅イオンに後押しされることでなんとか室温付近でもね、ヒュス原感化を起こせるようになってたわけなんですけど、これを環歪みっていう別の力によって後押ししてやることで、結果的にね、ヒュス原感化の毒性がなくなったよっていうのがベルトッツィ氏の功績なわけです。この反応は歪みによって促進される AAC 反応ということで、ストレインプロモーテッドな AAC、 SPAAC というふうに呼ばれます。この SPAAC 反応によって生体内でもね、ヒュス原感化を起こすことができるようになったので、薬に応用する道が開けたわけなんですけど、このように生体内のあらゆる構造や機能に影響を与えずに、目的としている部分とだけ選択的に作用するというね、こういった性質を生体直行反応と言います。生体の性質に直行している反応ってことですね。こいつらは無視して進むということです。例えばただの AAC 反応だと熱によるね、タンパク質の変性などが考えられますし、 CUAAC だとね、もちろん銅イオンによる毒性っていうのが考えられますよね。それに対して SPAAC っていうのはアジドとアルキン以外の部分にどんなものがあってもそれには全く干渉せずに、こいつらに直行してここだけ反応を起こすっていうことですね。その他の部分には全く影響を与えることなく反応を起こせるということです。以上でね、クリックケミストリーという単語、そして生体直行反応という単語についてある程度理解がね深まったかと思います。ということでね、クリックケミストリーと生体直行化学ということで、今回覚えて帰ってほしいのはこの2つの単語の意味ですね。そして受賞されたお三方ですね、シャープレス氏、メルダール氏、ベルトッツィ氏、この3名を覚えて帰るとともに、もう一人ですね、ヒュスゲンという名前も覚えて帰ってください。このヒュスゲン氏はですね、残念ながら2020年に亡くなってしまわれたので、今回のノーベル賞受賞には至りませんでしたけども、間違いなくですね、今回の反応の基礎となる反応を作り上げたということではね、かなり大きな功績を挙げた人物だと思います。今回の動画でね、ある程度今回のノーベル化学賞ってこういうところがすごいんだよっていうことをドヤ顔でね、友達とかに喋れるレベルにはなったんじゃないでしょうか。もっと詳しい専門的な話が知りたいっていう方はですね、概要欄の方にシャープレス氏のクリックケミストリーの論文ですね、レビューの論文っていうのを載せておきます。オープンアクセスでね、誰でも見れるようになっていますので、ぜひね、見てみてください。僕は今んとこね、全文まだ読めてないんですけど、おいおいね、読んでいこうと思います。また近いうちにですね、今回の大元となったヒュス原感化についての人面反応の動画を上げようと思っていますので、そちらもね、忘れずに見ておいてください。今回の動画ちょっとざっくり調べただけになっちゃってるんで、至らぬ点もあったかと思います。ここ間違ってるんじゃないとか、その表現まずいんじゃないっていうことあったら、コメント欄の方にどしどし書いておいてください。また質問やね、コメントなんかも書いてもらえると嬉しいです。今回の動画ためになったよという方はですね、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。反応機構アプリはこちらの QR コードからインストールすることができます。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それではバイバイ。